冷たい雨が芝を濡らしています。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。ミドルシュート、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。バラック、ロベルト・コナッチ、フリーにさせてはいけない。コーナーキックになります。走り込んできた。ロベルト・コナッチ。さあこのまま攻め上がれるか。シュート。スローイン。オフサイドにはならなかった。大きく前方にクリア。ボルシッチ、さあここから見たか、ゴール。ただいまのシーンをもう一度振り返ってみましょう。熱込んだ、動き出しが速いです。これはゴールキック。さあどちらがボールを支配するのか。速度、トナス、シュート、シュート。前半戦終了です。前半戦が終わったところで、さあ後半戦が始まります。ダメロイ、ヤムロ、ボルシッチ、類いまれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。シュート、頭でつないで、これはファールです。ハーマン、
ダメロイ。速度。後半20分経過。ディフェンダーも必死です。これはコーナーキック。さあチャンス到来。選手交代が行われるのでしょうか。ヤムシュート。コーナーキックを得ました。おっと、選手の交代が行われる模様です。さあセットプレー、何をやってくるのか。ボルシッチ、ノボトニ、ヘッド。あと5分です。ノイビレ。主審ファールを取りました。コナス、これはイエローカード。冷静にプレーしてほしいですね。ベーン、この位置からのフリーキックですよ。十分狙い道ですかね。トナス、ユクチッチ、一点を死守しました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎え